ここからは歩いていくぞ。こっちにもこんなでけえ流氷があるんだな。ヨカトラルにも負けてねえぜ。なあ、おい、白いクマがいるぞ。うまそうだな。襲いかかってこない奴にまで手を出すなよ。あくまで目的は危険生物の討伐なんだからな。分かってる分かってる。あれがエーテルが湧き上がる島ってやつか。そう、ハーム島だ。といってもエーテルが湧く間欠泉があるのは島のずっと奥の方らしい。お前は何でも知ってるな。地の都の近くにこんな場所があるだなんて、こんな兄さんからも聞いてなかったぜ。あの人もさすがにこんなところまでは来てないだろう。ラビリンソスくらいなら見学できたかもしれないが。それって町の地下にある空洞のことだろ。作り物の空が広がってるなんて信じられねえよな。そのコーナ兄さんっていうのは、察するにこっちへ来たことがある人なのか。コーナ兄さんは私の2番目の義兄さ。ちょっと前までシャーレアに留学してたんだよ。トライオラに帰ってきた途端、あちらの先進技術はすごいとまくしたてるのなんの。それで私も一度は来てみたかったんだ。さっき見学してた魔法大学、あれも兄さんが通ってた場所でさ。魔法大学の学生だったのか。優秀な人なんだな。でもウクラマトの義兄ってことは王子だろ。異国の王族が留学に来ているとなれば、もっと噂になってそうなものだが。厄介なことにならねえよ。上に掛け合って身分は伏せてたらしい。兄さんも養子で、見た目はお前と似た、いわゆる巫女って族なんだ。なら言わなきゃバレねえだろ。けど一度うっかり口を滑らしちまった時には教授に質問攻めにされたとか。その時の様子が目に浮かぶよ。俺だって教えてもらいたいことばっかりだ。お前にもこの狩りを通じて私のことを知ってもらうぜ。この先に調査に来てる研究者たちがいるはずだ。そいつらに会って状況を確認しよう。この先に依頼主の研究者がいるはずだ。北東に見える建物を目指して進もう。普段はおとなしい動物が
荒ぶってるって話だったな。何でもいいさ、襲ってくるやつは全部まとめてぶっ倒してやる。よっしゃ、狩りまくるぜ。そこを見ろ、誰か襲われてるぞ。オラオラオラ、私の斧は軽くねえぞ。なるほど、妙だな。本来は温厚な趣味。お前、本当に有名な冒険者なんだな。有名なだけじゃなく凄腕だ。俺が保証する。なかなか面白いもんがあるじゃねえか。あいつが依頼者か。話を聞いてみよう。
あ、獣の痕跡を探そうぜ。鍵爪でやられてるな。前にもこういう傷を見たことがある。いいね、ようやく狩りらしくなってきた。襲われた獣の羽か、それとも襲った方の獲物は焼いちまうか、それとも生で食うか。食べられること前提で話すなよ。まだ新しいな。標的のものなら近くにいそうだ。翼に鋭い鍵爪見つけたぜ。私の獲物だ。うおー、でっけえ。なんだこいつは。なんだこいつは。なんだこいつは。しゃ、滝の方に向かったぞ。俺はここで研究者たちの安全を確保しておく。あの魔物はオタクらに任せた。行こう、ウクラマト。ビビったわけじゃねえぜ。いきなりだったからちょいと驚いただけだ。それ一緒じゃないか。いい加減、腹も減ってきたところだ。とっとと片付けて飯にしようぜ。ビビったわけじゃねえ、ビビったわけじゃねえ。うるせえクソ鳥、丸焼きにしてやんぜ。
終わりかよ。やっと体が温まってきたってのに。なかなか強敵だったな。だが、見事な斧さばきだった。まあな、この程度は当然だ。お前たちの動きもめちゃくちゃ良かったぜ。やっぱ狩りに来て正解だったな。それにしても何なんだよこの鳥は。トラル大陸にも似たようなやつはいるが、大きさが違うし、あんないやらしい技も使いはしない。いやらしい。だよな。出なかったらもっと簡単に。私に任せて。遅くなってしまって。ちょうど研究者たちを避難させたところにそいつが駆けつけてきたんだ。状況説明をしつつここへ連れてきた。準備をするって言ってたのはこれのことだったのか。継承の儀の話を聞いたとき、私も参加できたらって思ったの。それに足る実力があるってこと。この討伐でウクラマトさんに示したかったんだけど、すっかり出遅れちゃって。いやお前も強いな。おかげで助かったぜ。よかった、お役に立てたなら幸いよ。で、どうしてまた？ハイデリンに会うためアイティオン星晶橋から星界に潜ることになった時、私は残ってサポートをすることを選んだでしょ。理由はあの時も話した通り、私の実力が前線をかけ続けてきたみんなに遠く及ばなくなっていたから。それがちょっと悔しかった。ウルティマトゥーレに送り出す時だってもっと戦う力があればって思ったわ。だから週末の一件が落ち着いた後、隙を見て修練を重ねていたの。まずは戦い方を見直すところから。アリゼやサンクレットさん、他のみんなだって自分の能力や状況を踏まえて戦い方を改めたでしょ。そして行き着いたのが、賢者リルムが伝えたという秘術、ピクトマンサーの魔法だったというわけ。ラハ君だってどんな状況でも誰かさんと冒険できるようにってこっちでもその戦い方を選んだじゃない。私も一緒よ。置いてけぼりはもうたくさんってこと。違いない。
しかし継承の儀に参加したいっていうのはどうしてだ。これまでの冒険とは事情も随分違うと思うんだが。実はウクラマトさんに見てほしいものがあるの。これはバルデシオン委員会に保管されていた手紙よ。宛先は委員会の創設者でもあるガラフおじいちゃん。送り主の名はかすれてて後半が読めなかったのだけれど、トライオラ連王国のグルーと記されてる。グルージャジャ、私の親父トライオラ連王国の連王だ。中にはなんて？トラル大陸の黄金鏡について調査を依頼したいと。連王自ら黄金鏡の調査依頼だって。ふんふん、本物だとすればだいぶ興味深いな。これが本当に連王からの手紙なのかどうか、王女であるあなたならわかるんじゃないかしら。うん、これは連王が書いたもんじゃねえ。トライオラではトラル公用語って言葉が使われてるんだ。うちは多種族国家でさ、それぞれがバラバラの言葉を使うから共通の公用語を作る必要があったのさ。その際、どれか一つの種族の言葉を強制するんじゃなくて、世界的に広く使われてる言葉を参考にしたらしくてな。エオルゼア共通語に似てるのも道理だろう。だからこうしてお互い意思の疎通には不自由しないってわけだな。で、この手紙はというと、完全にお前たちの言葉で書かれてる。親父の直筆ならトラル公用語が使われるはずさ。国章が押された風呂もついてるが、そもそもトライオラじゃそんなものは使わねえよ。それじゃあこれは偽物の手紙ってこと？あと悪い、いろいろ言ったけど連王が送った手紙には違いないと思う。署名は本物だし、誰かが代筆したんじゃないか。そう、よかったわ、ありがとう。やっぱりガラフおじいちゃんとトライオラの間には何らかの交流があったのね。私、おじいちゃんがトラル大陸で何をしたのかとても興味があるの。今後のことを決めるためにも、まずはあなたの国について聞かせてもらえないかしら。ああ、いいぜ。もともと私やトライオラのことを知ってもらうための狩りだったわけだしな。ただし話はこいつを食いながらだ。腹も減ったし、熱々の料理を用意しようぜ。こいつを食うのか。
おうぜ。私たちが協力してあげた最初の戦果だ。あ、うめー。シャーレアンの料理はまずいって聞いてたけど、なかなかいけるじゃねえか。なんだこれ、匂いが辛い。おいおい、いつからそんなにヤワになった？辛いもんなんてトラル大陸にもあるだろうが。さっきディコンさんから聞いたんだが、ラザハンではある女性が食べていたのをきっかけにして激辛料理が流行ってるらしい。ほら、あの町からシャーレアンに出稼ぎに来てそのまま残ってる人も多いだろ。彼らに喜んでもらうために早速真似てみたんだそうだ。王女なら少しはそれらしく振る舞ったらどうだ。お宅を連れてきた俺の沽券に関わる。ほっとけ。たくお前はたまに口を開けば文句ばっかり。二人とも妙に仲がいいよな。知り合って長いのか？こいつと私は幼馴染だ。違う、昔からの知り合いってだけだ。なるほど、よくわかったよ。つまりエレンビルさんもトラル大陸の出身ということ？それを知ってたらもっと前からいろいろ聞いてたのに。おあいにく様、そういうのが面倒だったから言わなくなったんだ。そんじゃこの陰険野郎に代わって私がトラル大陸について話すとするか。トラル大陸にはマムージャ族以外にも私やエレンビルしかり多くの種族がいてな、大昔から異種族間の争いが絶えなかったんだ。だが80年ぐらい前、現国王である連王グルージャジャがトラル大陸に生きる全ての種族を統一し国を起こした。それがトライオラ連王国なんだったな。以後ずっと戦争とは無縁な平和な世が続いてきたんだが、80年も経てば最強の連王もじいさんになっちまう。ここらで王位を譲るために継承の儀を執り行うことにしたのさ。参加できる王位継承者は私を入れて4人。それぞれ参加を許された理由があるとはいえ、中には王位につけちゃならねえやつもいる。候補者の中に一人野望を秘めた者がいるってことだ。ガレマール帝国が崩壊したという知らせは海を越えてトラル大陸にまで届いててな。そいつはそれをいい機会だと考えてるらしい。領土拡大を狙って外界へ打って出るべきだってな。せっかく連王がみんなを一つにまとめて平和にしたってのに、領土拡大なんてしようもんならまた戦争が起こっちまう。
そんなの私は望んじゃいない。だから何としても私が継承の儀に勝って今の平和なトライオラを維持してみせる。だが王を決める大事な儀式に異国の人間が参加するなんて許されるのか？あ、そのことなら問題ね。多くの種族が暮らすトラル大陸を滑る王にはそれらをまとめ上げる力量が求められる。だから異国人だろうが何だろうが協力者を自由に集めることを連王が許可、いやむしろ積極的に推奨してるのさ。それでお前に会いに来たってわけだ。エレンビルから聞いてた以上の腕前にも惚れたが、何より狩りを通じて信用できるやつだって感じた。だからよ、改めて頼むぜ。私がトライオラの王となるためお前の力を貸してくれ。ま、すぐに答えられるわけねえよな。だが他の王位継承者に勝つにはお前が必要なんだ。儀式に間に合う限りいくらでも待つさ。それならバルデシオン文館に部屋を用意するわ。こちらに滞在している間はそこでゆっくりしていって。ありがとよ、遠慮なく使わせてもらうぜ。あ、残った肉持って行ってもいいか？